みなさんこんにちは、ももです。くろです。ももくろチャンネルでーす。ハッピーバレンタイン。はい、というわけでもうすぐバレンタイン、はい、もう皆さん、はい、チョコ買ってますか？意中の彼に。ね、もう多分買っちゃってるんだと思う。そんなことない。そんなことないタイミングで出すはず。はい、ということで今日は、はい、5つの会社のチョコレートを持ってきております。いただきました。すごいね。バ・メゾン・ド・ショコラ・メッセージ・デ・ローズ。メッサージュ・ド・ローズ。メッサージュ・ド・ローズ。セバスチャン・ブイエ。はい、これベストリー。いいね、ブルー。はい、でもこのさ、袋もいくら原価かかってんだろうって思っちゃうわけです ね、 いいね。まあ、袋のセンスがいいとまたいいもんね。大事だよね。あと、バビ。わ、かわいい。ちょっと中も一個一個後で紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、どうぞー見てね。絶対最後まで見てねー。中、ウィーソーでーす。やめて。はい、ということで私、こん中ね、モータンはチョコレートね、美食家なんで詳しいはずなんですよ。いや、全然詳しくないんですけど、唯一、これだけは食べたいってリクエストしたのが、はい、このメゾン・デュ・ショコラ。メゾン・デュ・ショコラ。これはドゥが分かりやすいね、デューってなってるから。これなんですよ。ラッピーよ。このエクレアがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。エクレアやばい。食べたことあるの？食べたことある。1個いくらぐらいなの？これはなんと1個、はい、700円します。イエーイ。待って、これ初めて見た。バレンタイン限定だ。わー、さすが。税込み702円でございます。キャー、何味なの一体？書いてないです。エクレールショコラ702円税込み。これいつものやつ。こっちいつものやつ。これいっぱい買ってきてください。間違えた。今のはエクレールバニューショコラでした。税込み756円。上見てた。キャー、エクレールショコラ702円。これも超美味しい。これはいつも買えるやつなんだけど、これどこにあるんですか？すごい贅沢。表参道の駅前にありますね。しかもちっちゃいね、意外と細くてペロッと。これ半分に切る必要なかったっすわ。え、食べちゃって行こうよ。これよ、これ。あー、ちっちゃい、細くて今日高級感やばい。これさ、手土産とかに持ってこられてももう大変な感動だね。中のね、クリームもすごい濃厚なのよ。あ、ありがとう。これ優しい。モータン、こう優しいとこがあるんですね。でも太れっていう意味かもしれませんね。いただきます。乾杯しよう、乾杯しよう。乾杯。やばっ、濃厚。これ濃厚てかさ、クリームっていうかもはやチョコじゃない？チョコチョコ。濃厚さが。え、そうなの？チョコクリーム。メゾン・ド・ショコラ、もうチョコレート屋さんのエクレアだからね。チョコレートも売ってんだよね。うん、チョコレートメインの。このシュー生地がまた美味しいよ。もうモーターのコンビニの時の反応とはわけが違いますね。さすが美食家は。コンビニ送られるんだから。でもびっくりした。初めて食べるから。俺は美味しい。甘すぎないし、上品な味で。結構半分でも十分だね。そうだね、結構。もう濃厚だから。ちょびちょびいきたいやつだわ。結構値段も高いしね。カップで半分とか。これ、エクレールショコラ702円税込み。バレンタイン期間限定、エクレールバニーショコラ税込み756円でございます。味違うんかな？ 756 円の方いっちゃいますか。中がほら、見て違う、カスタードだ。うわー、全然違う。あえてバレンタインのに中チョコじゃなく変えてきましたよ。本当だ、何この上につけてるからいいだろうっつって。でも見て、中になんか変な棒入ってる。チョコでしょ、変な棒っつって。チョコの枝が入ってる。乾杯。枝なの？いただきます。普段の方がバレンタインみたいじゃない？味は。確かに。ちゃんとも王道の、あのすごいバニラビーンズ効いてるカスタードが入ってて、何、美味しいね。やっぱさ、食べ物ってすごい食感大事だよね。このさ、カリッという中のチョコの棒。なんか詰まってんね。これもう買えないのかな、今後。このカスタードもう売ってないの？売ってないと思う。これしか売ってないの？これと、なんかキャラメルとか売ってる。もうメゾン・デュ・ショコラ、本気出したろかっつって、お前ら今までカスタード食ったことなかったやけど、うちは別に作ったらできんねん。あえてチョコやねん。できんねん、作ったらっていう。本気を見せてくれる。いいカスタード。本当にいいカスタード。できんねんっつってな。ベストリー、このブルーの2個で3456円税込み、アンティーカ・ジャン・ドゥイヤというやつですね。金のスプーンでそのまま作って食べるチョコレートだということですよ。うわ、すごい高級そうな箱。もうこれいくらかかってんのっつって3456円ね。うわー、すごーい。スプーンついてる。ほら、金のスプーンついてる。金のスプーンでそのまま作って食べるチョコレート、そのまま食べる。他にもアイスにかけたり、チョコレートフォンデュにして頼め、締める。ってことは牛乳に入れたらホットチョコレートにもなりますね。黄色はレモーネ、レモン味、ピンクはランボーネ、ラズベリー味ということでございます。でもこれは1個しかスプーンないから、もうカップルで言ったら2人でもあーみたいな、こういう感じにもなるのかな。どうする、もう1個持ってくる？うん、
うわラズベリーがいいやつ。ラズベリーがいいやつ。半分こそ、半分ごっこっこしよう。それじゃ一口ずつ食べましょう、うん。チョコレート、フルーツ入ってるの多い、多いよね、結構。私は好きよ。私結構苦手なんだよ。じゃあだからラズベリーのがマシってこと？ラズベリーのマシ。結構こういう好き、あの嫌いあるよね、チョコレートでもさ、お酒入ってるのが嫌いな人もさ、いたりさ。ねえ、かわいいこれ。そういう感じで、うん、こういう感じでまた入れる感じですね、はい。ねえ、食べてみようか。レモンね、レモン。結構硬いんだ。確かに、なんかキャラメルみたいなテクスチャーじゃない？匂い香ばしい結構。これレモンのはずだよね。うん、レモンの匂いしなくない？何の匂いだこれ？キャラメル？な、あ、チョコの匂いする。そりゃそうだ。すごいチョコの匂いしない？いただきます。いただきます。うん、取ったよりも柔らかくない？口でやると。結構レモンの香りがふわっとね。ナッツの味がする。でも最後の最後にレモンが来るのがすごく遅く入ってます。ヘーゼルナッツペーストが一番の材料です。でしょうね。だってヘーゼルナッツ味しました。はい、しました。しました。匂いもしました。美味しいです。美味しい。柔らかいね、結構。うんうんうん、あ、レモンがすぐ来る。面白いね、本当に。ね、うん。上品なフルーツな感じ。なんだろうね。合うね、ヘーゼルナッツとレモン。ラズベリーもいってみよう。これもナッツっぽい匂いしない？うん、やっぱヘーゼルナッツペースト入ってんだ。はい。違う？ラズベリーとチョコの組み合わせ結構好きです。あ、美味しい。全然違うね。ラズベリーのがラズベリー強いね、フルーツが。うんうん、これは何？チンしてチョコレート本にするの？どのぐらいこう、トローってなるかやってみる。やってみよう。ちょっとトロトロな感じで。おー！ぴょん！ぺぺた、ぽとぺたの。うん！より濃厚ですね、やっぱ。わー！これさらにだからさ、いちごとか、うん、フルーツとかにつけ、そういうことだよね、チョコフォンデュって。あ、うん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 、つけたら、ちょっとお子さんとかもいいんじゃない？まあ、贅沢やな、こんな子供に食べさせたら。美味しいね。美味しい、面白いね。いいね。何度も楽しむ。パンとかつけたいね。変わりだね、面白いだねです。最後に一番好きだったのこれってやる？一緒に。やろ。やろ。セバスチャン VA。VA。シャドウパレット色。わー、かわいい。これあれだ。え？メイク道具仕立てみたいな。パレットになってんだね、こうやって。いいパカーン。で、ここに書いてあって。これもやっぱり、もしかしたら女性に受けるんじゃないのか？わー！なるほど。メイク仕立て。ちょっとあの、シャドウのアイシャレット、アイシャドウみたいな。シャドウパレットショコラ、うん、ブラリネ。いろんな味が楽しめるんだよ。これなんだー。何ですか？ルージュアレーブル。口紅だ。見て。税込み972円。うわ、すごーい！コスメじゃん。うわ、すごーい！うだはー。これさ、でも男の人さ、抵抗あるくない？これ食べんの、絶対。これ、心と体がついてかないやつだね。脳みそがね、もうだって。え、すごい！でもこれは映えるね。友チョコとかじゃない？そう、書いてある。リップ型ショコラ、毎年人気集めてます。一つ、うん、税込み972円。手頃な価格帯なので、女友達へのちょっとしたプレゼントにもおすすめです。インスタ映えとかめちゃくちゃするやつ。うわー、これピンクだ。かわいい。めちゃめちゃ。これで、あの、撮りたいもんね。これをこうやって塗ってるふりして、バグって食べ始めて。になるのをみんな楽しむやつをね。うん、いいねいいね。こういうインスタを見たことあります、私。嘘。こうやって塗ってると思いきやみたいな。普通に美味しいチョコだ。うん。でも見てる方からしたらさ、イエーってなるよね。うん。脳が追いつかないやつだ。脳が追いつかない。今でも追いつかないかも。美味しいはずなのになんか不思議な感じ。こっちのが普通のミルクチョコレートだね。こっちのがなんかちょっとフルーツ仕立て。これが何味なんだ？桜味。桜か。桜なんだ。これは何味だった？これキイチゴだった。これも食べてみる？じゃあちょっと。これ楽しいわー。友達あげたいわ。知らない子にいたらびっくりするね。何が好きですか？何色の気分ですか？私アイシャドウはいつも茶色なので茶色いきますわ。いいね、偉いね。ミルクチョコレートとピアンティーノ。おいしい。じゃあ、ピスタチオ、黄緑いこうかな。抹茶と見せかけ。うん、抹茶だと思った。うん、うん。全然違う、これ、また。何入ってんだ、なんかサクサクしてる、うんうん。チョコレートとサブレって書いてあるもん。サクサク系だね。ね、おいしい。めっちゃおいしい。なんかこっちは楽しいけど、うん、味はこっちだね。男の人にあげるならきっとこっちなんだわね。女の人にあげるならこっちで。やっぱ男の子は味重視かな、やっぱね。量もね、これだけじゃちょっとなんか、もうちょっと食べたいなってあるかもしれないしね。奥さんとかに見つかったの、あんた食べる指輪なのよっつって、ちょ、食べれるんだよ、これ、パク。これあんた、浮気してんでしょってなって。パクって食べて、ちゃんちゃんってなる展開。かわいいね、うん。でも誰にもらったんだよってなって。まあね、もらうぐらいはタダだから。ね、次行くか。メサージュドローズ。これはこんな感じでーす。お、なんだか丸い箱でございますね。それは、うんうん、なんかね、すごいねー。
なんかいいのあるチョコレートみたいですね。あーほんまや。コロナの時期で医療従事者の方々へ感謝を込めたチョコレート、売り上げの一部をコロナウイルスの感染対策をはじめとする日本赤十字社の活動に寄付。あーいいですね。濃厚なホワイトチョコレートにスピルリナをブレンドした青く美しいマーブル模様の花びら。なんか宝石みたいね。綺麗だね。じゃーん、綺麗、うん、めちゃくちゃ綺麗じゃん。ペタルリナブルー税込み1836円。あ、しかもこうやってコロコロしてるからちょっとずつなんか崩さなくても食べやすそう。あ、いい匂いする。めっちゃ綺麗。その花びらがちゃんと外れるようになってんだね。すごい色だね。ペタルリナブルー、いただきます。スピルリナ、ホワイトチョコレートにスピルリナをブレンドした。うん、なんかちょっとラムネっぽい味しない、うんうんうん、色で色に引っ張られてるから。なんなんじゃこれ。スピルリナって何なの。スーパーフードだってよ、スピルリナは。美容と健康にいいってよ見た目めっちゃ可愛い。でもこれはまあなんかバラってそれこそ好きな人にしかあげないような花だったりするから、これなんか本命感あるし、やっぱ軽く済ませた感がないのはやっぱいいよね。いろいろ考えたりとか並んだのかもしれないしっていうのが気持ちがね嬉しいってことです。もう一個あります。はい、ラスト！バビ！イタリアだそうですよ、イタリアの。お、バビ！かける！流行に乗ってます！鬼滅の刃スペシャルギフト！税込み2750円。わー、ポーチとしても使えますね。鬼滅の刃ファンにはたまらない。鬼滅の刃限定デザインのパッケージにバビのチョコレートウェハース、ビエネッジのバニラ味とピスタチオ味が入った鬼滅の刃オリジナル缶バッジ付き。パッケージの種類は全9種類。こんなあるんですって。すごい。9種類ある。これ選べんのかな。これ鬼滅ファンにはたまらないやつ、ね。うん、それこそやっぱ相手のことを思ってるんじゃないですか。これは彼が鬼滅好きだからとか。男の人好きだもんね、うん、鬼滅ね。これもしかしたら今もう親になった私としてはさ、娘といつか作るかもしれないって時に、手作りもいいけど、もしね、一応の相手が鬼滅好きだったら、お母さんちょっとね、もう大金はたいてね、その子の一番になれるようにこれ買いたいですね。金で物が済むならね、金で気持ちが変えるなら娘の恋をもう応援しますよ。中もちゃんと。それがチョコ、ウェハース。炭治郎さん。炭治郎で合ってる？合ってる。見てないよ。それは言えない。言えよ。オリジナル缶バッジ好き。好き。いいね。今日からここにつけていいですか、炭治郎。これね。うん。これは美味しいやつだよね。え、知ってんの？有名だよね、この。もう大変な美食家。もう本当に私は知らないっすよ。チョコレートといえばゴディバ。ゴディバはゴディバで最高ですよ。あと大好きなのはリンツ。リンドールが好きすぎて。リンツも最高です。おー、はい、ブラックサンドじゃないですか。中がウェハースは多分ビックリマンチョコに近いから。これ豊作。今のと超えた ASR でしたっけ。これ美味しい。これ好きだよ、男子。もう男子の心わしづかみ？なって、ビックリマンチョコの100倍ぐらい。確かに確かに。ビックリマンチョコってどんなやつだったっけか。こういうウェアこういうやつだっけ。でも絶対みんな食べたことあるし、それを彷彿させる思い出もあるし、ね、さらに美味しいって楽しいね。で、ポーチもあって、缶バッチもあって。うわー、すごいこれ。好き。うん。はい、ということで、はい、全ショコラ5つ食べ終わったわけですけど、はい、皆さんね、ももちゃん。言おうか、店の名前を。一番好きだったやつを。はい、行きまーす。え、もう言える？言う。せーの。な、メゾンデショコラ。なんで言えよ。だからそういうことが起きるからこれ見てほしかったんだよ。一緒ですよ。ラ・メゾンデショコラのエクレアでーす。もうこれ好きでオーダーしてた。でもね。まあ、でもね。これは美味しい。感動しちゃう。それはもちろん美味しいんだけど、鬼滅好きだったら 100% これだった。ただ私は全然そんなに見てないから。やっぱ相手のためを持って喜んでくれる。相手も鬼滅好きだったら 100% これ。しかもウェアハウスも美味しいしね。そう。はい、はい、ということで。というわけで、バレンタインのチョコ食べ比べでした。皆さん、一中の彼にあげられたでしょうか。ぜひこちらの動画、参考に来年なり、今年まだね、まだ渡してない人、ぜひ、あげてみてください。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ハッピーバレンタイン、バイバイ。過去の動画はこちら。チャンネル登録はこちら。画面をタッチしてね。またねー、バイバイ。